日本で初めて和式のトイレを使った時の話ですね。大阪に行ってましたよね。初こう日本に初めて行った時の夏休みの間に大阪に友達ができたんですね。同じウィスコンシン大学に留学に行ってた陽一君だったんだよね。陽一のところにちょっと行って 2,3 日でもお世話になったんですけど、その時に彼の家もちょっと当時のちょっと古い家だったんで、そこに和式のトイレがあった。それまではね、ちょっとこれはどういうふうに使うのかは正直に分からなかった。正直ちょっと怖くてドキドキして、でも彼の家にそれしかなかったので教えてもらったんだよね。スティーブ、こういうふうにするんだよ、これを掴んでこういうふうにするんだよ怖くてドキドキして、最初正直に反対で使おうとしたんだよね。よかった教えられて。デパートにいたんだよね、大阪のデパートで陽一君と。その時にどうしてもトイレに行かなきゃってなっちゃって、デパートのトイレに行ったら、もう和式がなくて和式のトイレしかないってどうしようって、もう急いでたんで、1とかに慣れることがあるんじゃないですか。後で分かったことなんだけど、とにかく行って無菌ぐらいが合ってたんだけど、前と後ろのちょっと外れたとストライキゾーンがちょっと外れてしまったんですよ。正直に大変なことになりましたね。恥ずかしくて、もう陽一にも言ってないと思うんだよね。なるべく自分はそれ片付けてきれいにしてから逃げてしまいましてね。ごめんね、そのデパートの掃除の担当には本当に申し訳ございませんでした。失礼してしまったことでしたね。ちょっとでもこの暗い世の中で少しでも笑える、まあ俺にとって思い出の話をさせていただきました。チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。いつも毎日日々全身サムズアップ的にやっていきましょうね。ではよろしくね。サムズアップ。